質問です。シェディング被害と放射能被曝が似ていると思いますが、関連はあると思いますか？俺似てないと思う。あんま似てないな。放射能っていうのは、放射能って何をもってこの放射能被曝って言ってんのかはよくわからん。僕ら関東に住んでたからさ、まあこの人どこに住んでるかわかんないけどさ、福島の問題っていうのは、福島のね、浪江村とかさ、あの辺だったらちょっとレベルは違うっていうのがあるかもしれないけど、それでもね、実は知れてるんですよ。外部線量被曝っていうのは、症状として出てくる体の影響っていうのは低いわけよ。それがね、最初に出ても元気になるんですよ。これホルミス効果とかって言うんで、まあでもホルミス効果は絶対に信用していけないよって本に書いてある。まあその辺は知りたきゃそれちゃんと読んでくれ。とにかく放射能の勉強しなさいってこと。なんだけど、例えば東海村で死んだ人、もう致死量の放射能っていうか放射線浴びたわけよ。なんだけどその後めっちゃ元気だったわけ。で、めっちゃ元気で何日も何十日も過ごして、その後に急速に悪くなって、でそれで死んでったわけ。まあそれは致死量のシーベルトのあれが違うから、ミリシーベルトじゃない、シーベルトだから1000倍とか2000倍レベルなんですね。っていう風な感じなんですね。だからそういうのだったら症状体出ますと。なんだけど、そうじゃないものっていうのは、体に症状が出るっていうことは非常に稀です。私もそうだけど、311があって、福島の放射能の問題があって、まあそれからずーっと、一番濃度が高い時も、俺はね、自分の仕事とか病院あったから、家族だけさ、地元に逃がしてさ、仕事やってたよ。もう被曝、しょうがないみたいな感じでやってたけど、別に俺自身も何の症状なかったもん。それは当たり前で、この外部線量被曝がそんなに高い数字にならないから、そんな症状なんて出るわけないの。これは放射能の処方です。で、思い込みでそんな語ってると、ほんと周りに馬鹿にされるよ。家族とかにそんなこと言ったら馬鹿にされちゃうから気をつけた方がいいと思うけど、放射能が安全だとかじゃなくて、結局全部内部被曝なんですよ。で、内部被曝で体の中とか細胞の中とかミネラルの中とか、ホットパーティクルでもいいんだけど、そうやって体に入ってくると、じわ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 、3年、4年、5年とかっていうふうにかけて体を崩してくるので、その症状とかとセリングの症状っていうのは全然違うんだよね。で、癌でも他の病気でも全部そうなんだけど、出る臓器っていうのは結局人間の臓器って限られてるからさ、放射能も心臓とか血管とかに結構影響与えます。で、それだけじゃなくて癌とか増えますよね。っていうことだから、そういうとこはもう限られてる場所なので、それは禁止することは当然あり得ます。それ毒物全般の問題から。っていうことやけど、出方とか全然違うよ。放射能っていうのはそんな症状出る。だからみんな、わからない。わからないからきっと安心だと。だから政府も安全ですよ。安心ですよ。何も感じる必要はありませんと。毒まみれでもどうせね、数年後とかに病気になるだけに今すぐに影響は出ませんからって言ってきたわけですよ。でもシェディングはそうじゃないから。シェディングは、作用基準も、まだまだよくわからないというところがあるんだけれども、スパイクタンパクという物質で、それが、打ってる人がどんどん振りまいてんじゃないかと、毒ガスみたいにね、振りまいてんじゃないかというふうに推測されて、ウイルスがね入ってきたら人間の体ってすぐに悪寒して普通熱が出てさ、筋肉が痛くなったり関節が痛くなったりとかするじゃん。それと一緒でシェディングってのは結構急性に症状が発症しますから全然違うと思うよ。これ一緒にされたら困るっていう感じだと僕は思う。全然作用基準は違うんだよね。で、例えばね、電磁波 5G がさ、にさ、影響与えるとか言ってる人おるやん。まあ、部分的に言いたいことわかるんだけど、5G とか、5G に限らない。Wi-Fi でも全部そうだよ。このとか、あの、酸化グラフェンが入っとるっていうことは、見てる人は知ってるかもしれないけど、それに電磁波とかが当たるっていう風になると、それが電気を帯びちゃって、それがまた悪さをするっていうことは、当然あり得るね。ダブルパンチ悪くなるわけだ。それ 5G だけじゃ悪くなんないわけよ。受信がないとダメなんですよ。だからこれダブルパンチでやってんのかなって思うところがあるわけですね。それを究極的突き詰めていくとトランスヒューマニズムっていう話になるわけなんだけど、電磁波と放射線っていう風なのは近いから、放射線が当たってもね、電磁波とはちょっと違う。電気信号ってちょっと違うので、そんなにね、酸化グラフに影響を与えません。与えませんけど、ちょっとぐらい影響を与えるかも。なんだけど、それは放射能の症状じゃないよ。本当に。だから、とにかくね、もうちょっとね、この人悪いわけじゃないのよ。興味を持って考えてみたんだろうけど、そっからさ、御用がやってる基礎医学っていうか、理論もうちゃんと見よう、みたいな。まあ、シェディングとかもないけどね。その辺の電磁波の基礎の学問とか、放射能の学問とか、もうほんと俺も本出してるやん、みたいな。っていう風なのないわけよ。で、シェディングはもう全然御用は全部認めてないからさ、もうそういうデータないけどさ、シェディングも、いろんな情報があるよ。で、これはほんとクソくせえな、みたいな。海外のやつね。いっぱいあるよ、ほんとに。見てて。
翻訳してて、いや、これ違うと思うな、みたいな。で、私ならそういう風なのをね、暇な時にちょろちょろ見たりとかするんだけど、みんなあんま言うほど紹介しないもんね。これはもう、とっかかりの、あれだなと思うぐらいのものだけしか紹介しないけど、それさえも疑いながらね、いろいろね、調べてもらうっていうか考えてもらうのが大事なんじゃないかなというふうに思いますね。だからこれはほとんど関連はないっていうふうに俺は思いますけどね。それだったらまだ電磁波の影響とかの方がまだわかるけど、でもやっぱシェディングで出てくる被害っていうか症状とね、電磁波で出てくる電磁波結構強く浴びたっていうのの症状はやっぱ違うと思うね。実際医者として全然違うもん。それ一緒にされたら困るわ。